鉄砲の里国友村を歩いてます。司馬太郎の石碑がですね、ありますので、国友町会館というところのところの池があるんですけどね、そこに書いてあります。こんな石、ことが書いてある石碑ですね。司馬太郎の街道行くの近江散歩の一節です。国友村は湖の底のように静かな村だった。家並みはさすがに立派で、どの家も伊吹山の霧で洗い続けているように清らかである、とこういうふうに書かれてますね。ではその伊吹山のようにですね、の木に洗い続けて、ずっと洗い続けられているように清らかであるという国友の町をちょっと歩いてみましょうかね。まあ今までずっと歩いてきたんですけど、もうあとは帰りなんですけどね、実はね。ちょっとまあ来た道をちょっと歩いていきますね。まあここさまざまなですね、方がですね生誕されてまして、いろいろまあ家事の方もおられるし、発明家なんかされてた方もいるしね、それから茶人なんていう方もおられましたね。まあいろいろな方がですね、この伊吹山の霧に現れて、清らかな、いつでも清らかな、町にまあ生まれたわけですね。これは国友一貫祭の成果ですね。一貫祭はですね、天体望遠鏡なんかを作ったりしまして、発明家ですね。そういう方ですね。これの、成果ですね、ここね。これはお茶人ですね。辻宗藩。この方はですね、小堀遠州の後にですね、遠州流の中高の方ということで頑張れた方ですね。茶人ですね。それの成果です。ここ成果跡ですね。さらっと来ました。こんな感じで。そして、ここになんか読書する少女なんていう像がありまして、この少女と私さっきツーショットで記念写真撮らせていただきました。はい。さらにさらに行きますと、これは天体望遠鏡を覗く少年ですね。これはいわゆる国友一貫祭でしょうかね。少年時代、国友鉄砲の里、こんな感じですね。なんか宮沢賢治の童話を思い出すようなそんな感じのワンシーンでありますね。はい。まあ、本当に至る所にですね、司馬太郎の石碑がありまして、司馬太郎もここの町がまあ好きだったということで、そういうふうに太郎のですね街道行くが町のあちこちにまあ残されているわけですね。鉄砲というのはまあ人殺しの道具なんですけれども、まあそれを救っていた人たちのまあ村だからね、本当のことを言うと大変なこともあるんですけどね、まあ、ただそれはまあそういう時代だったということで、まあそれはそういう仕事だったということですよね。まあみんなそういういろいろな仕事がありますね。ここがですね、司馬太郎のですね、国友鉄砲鍛冶っていう、まあ、石碑があります。薩摩の種子島に鉄砲が伝来するのは天文12年1543年8月である。ところが国友鉄砲記によると、伝来してわずか1か年で国友村で国産の2丁が完成したという
信じがたいほどの速さだが、戦後のことから考え合わせるとほぼ本当のことのようにも思える。国友鉄砲記によれば、種子島の、島津時明ですかね、はポルトガル人から得た鉄砲を島津義久に送った。もらった島津義久が京の将軍足利義晴にこれを送ったという。その義晴が侍従細川晴元にこれを作る良き家事はないかと言って下げ渡した。細川晴元が北近江の守護職である京極氏に相談すると、自分の領内に栗友村という優れた家事村があると言い、天文13年2月モデル一丁をこの村に下げ渡した。一村の家事が集まってその仕掛けを見極め完成したのがわずか6ヶ月後の8月12日だったそうであると。司馬遼太郎著街道行くよりということで石碑にこうなってますね。こんなところです。こんな町です。国友の町ですね。はい、じゃあ車のとこまでレンタカー、まあ、借りたんですけどね、資料館に停めてあります。あそこまで行ってじゃあおしまいにしましょう。とにかく司馬遼太郎の大変気に入ってる、素敵な町を散策しました。ここは国友鉄砲の里資料館です。はい、ここでじゃあおしまいです。